様子が気になって明日の3時半起きように寝れません。もう寝て。あ、みんな舞台チケットどうですか？取れました？なんか千秋楽は完売したっていうのは見ました。取れました？舞台取っちゃった。だってありがとう、嬉しい。一般席は全部買える。あ、そうなんだ。なんか特別なやつがあるか。取れました。だってありがとうございます、嬉しい限りです。嬉しい、ありがとう。みんなまだね、行こうか迷ってる方は迷いに迷ってください。はい、嬉しい。みんな間に合って無事に撮れたって、よかった。で、多分皆さん気になってる匂わせですよね。私メモったんですよ。匂わせは、そうだな、一つのことなんですけど、一つのことに対して10日1825日をちょっと開けとくといいかな。まあ主に25日なんですけど、10日はまあ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 開けなくてもいい、チェックできればいい。あ、今月の、まあ、18と25ですね。多分18がみんなの勝負日で、25日はー勝者と敗者になると思います。はいはい、時間帯は10日も18日も18時です。で、25日は16時ですからになります。はい、で、まあ詳しいことは10日に出ます。10日に出ます。で、まあ今回って言ってる時点でもう分かってると思うんですけど、今回と同じようにフ枠を多めに出すと思いますが、が、制限を出すと思います。それは前回もそうだったんですけど、前回より制限枠が前よりも少なめになっているので、はい、ので
ちゃんとお願い事を読んでほしいなっていう感じですもうね匂わせです。これ私は 何とは言ってないから。はい、そう、9割くらい嗅ぎ取ったと思うおもろ、そうそう、お願い事そう、正式な発表が10日に出るのででもこれはマネージャーが言っていいって言ったからマネージャーが言っていいって言ったから、あの匂わせを最大限にしてるだけであって、そう、マネージャーさんが言っちゃダメって言ったら 言ってないから私そう、はい、そんな感じです。詳しくは10日、18時にです。そうね、なのでまあ私のお願い事をちゃんと読んでください。 NEXT の4月も予定あるのあります3、4はいろいろあるぞ3月もなんかいろいろ解禁になるの増えましたなのでお願い事だけは守ってほしい、私からの。それ破っちゃったらもう会えなくなっちゃうかもしれないでしょ。だから私からのお願いはちゃんと聞いてほしい、守ってほしい。10日18時、オミットガールズでの告知、そうです、はい、ちかなちゃん怒ると怖いし私怒ると怖いから、マジで本当に孫の代まで恨むぐらい怖いと思うよ本当に。だから、まあ、情報解禁しっかりされてからに、あのあれですけど、ちゃんと守ってくださいね。こんなに私が固く言ってて、次守ってない人いたらもう無理ってなっちゃうからそう、わかんないことがあったら聞いてください、私に。そうすれば私がそのまんまこうやってマネージャーさんこれこうでこうですかみたいな聞けるから、そう、ね、ちゃんと。こんばんは。
わかりました。こんばんは、こんばんは。みんなで楽しく謎活しないとね。そうね、まあ詳しくは10日18時です。こんばんは。です。続報を待て、お座り待て、10日まで待て。だからね、分かったチケット取れてありがとう、待ってるね待て、お座り待て、10日まで待て舞台だけでも楽しみなのに。だって完成できます生々しいな。猫派なの？あ、もう論外です、さよなら まだまだ匂うぞ。いっぱい、でも10日もそうなんだけど、他にも情報解禁されます、いろいろので、お待ちぼ、お待ちぼ。泣き泣き。犬なので匂わせは感じ取れます。鼻で笑っちゃったつってやばいやばいやばいも歩けば棒に当たる。こんばんは。ルール守れなかったらハウスとかも言われちゃうかも。あー、何も言わないですね。ルール守れない人は好きじゃないです、私。単純に、普通に、普通に常識としてありえないって思っちゃうから、みんな気をつけてね。舞台のチケット取れました、だって。嬉しい、ありがとう、ありがとう。肝に銘じます、ありがとうございます。
一番君のことを守っているのにな。千秋楽のチケットひるゆる取れたっぽいやって。おーマジ嬉しい。稽古もねドキドキですよ本当に。ときめきぶつかり星ができました。星座になれない孤独。スパークル、そうだよ。君はスパークルだから僕を苦しめる。なんか卒業してからの方が応援したい気持ち増したんだけど、なんでだろう。うん、私が知りたい。それは私が言う言葉じゃないか。ありがとう。嬉しいよ、応援してくれることに変わりはないから。今回も毎日待ちそばなので大変そう。あー確かに、そっか。でも10公演ぐらい大丈夫なんじゃない。3月のカレンダーがどんどん埋まってきました。よかったね。あ、じゃあ9公演か。9公演いけるよ、いける。だって14公演乗り切ったんだから。いけるよ。いけるよ、多分。頑張るっきゃねえって感じですけど。ノエミ聴ける日が来ると。昨日めっちゃカラオケで歌ってたんだよ私、配信で。鍛えてチャームキンを。今あるかな、チャームキン。落ちてる気がする。あ、なんかやっぱり使ってないからかな、なんか細くなった気がする腕が。うん、あでもちょっと、まあまあ聞き手だからね、ちょっとは残ってるけど。腰には十分気をつけてね。腰ねー、腰はでももう大丈夫、毎日やらないと。ウルフバートくださーい。あ、腰全然大丈夫。今日ノエミ聞きまくってましたって。いいよねノエミ、ノエミめっちゃ好き。ずっと聴いちゃうんだよね私。同じ好きな曲をプレイリスト作って自分で入れてやって。お台場ロスだったので、ね、船田姉妹に会ってましたって。会ってきましたって。知ってるよ、ペンライトのウルフバートでよければ。つかめない、つかめない。あれ3箇所掴むところがあって、私でも大体2番目ぐらいのところ持ってたんかな。早い時間の配信でもいつかカラオケやってほしい。そうね、わかる。船田姉妹に会ってる人多くない？多くないかい。いやわかるよ、サイバさんが可愛いってのはすごいわかるの。はるちゃんは綺麗だし可愛いし、わかる、めっちゃわかる。めっちゃわかるよ。だってさ、サイバさんのメイドでしょ。え、最高に決まってるじゃん。いや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 、可愛いでしょ、想像するだけで可愛いじゃんね。え、羨ましいなじゃないんだよ、あんた仲間でしょ。あ、仲間の人が言っちゃダメだよ、羨ましいななんてね。あ、そうそうだね。そうそうかな。
羨ましい限りです。あなたは私でしょ。そうそうかな。あなたはあなたはあれでゆずり派でしょ。ね、完全に俺得でしただって。わかるわかる、私も俺得でした。ね、特撮って言うの。いやー可愛いよね。しかも髪切ったんでしょ。最高じゃん、最高。可愛い女の子大好き。サイバーさん、自分で性格男って言っててチカナソそっくりだと思いました。だってわかる。仕事民に人権はなかったって。人権はあるんだよ、みんな平等に。今日は奈々子さんとトーク会してました。よかったね。こんばんは、秋姫。けぶつかり星ができました。星座になれないことかな星。それでもそれでも君に会うたびに。こんばんは。21日のチケット取れました。ありがとう。ありがとうございます。昼夜の部に何ですか？明日月曜日だ。明日月曜日だよ。ボイスメッセージないですね。なんか今日も歌っていい？なんかすごいやっぱり超気まぐれだよね。なんかねカラオケしたい気分。ボイスメッセージないからカラオケするね。じゃあどうぞ。やばい、マジですんごい気まぐれだよね。月刊生写真に行かなかった。アイドルの血が騒いちゃってますって。アイドルの血かな、これは。何なんでしょうか。何にしようかな。ちょっと待ってね。お、あるじゃん。声的に大丈夫？なんかでかいとかありますか、皆さん。大丈夫そう？おーし。超気まぐれだね。失礼します。お、あ、あ、あ、いけるかな。
お気に入りの特等席、隣の人眠そうですね。そんな日常。8時7分開くのは向かいのドア、息を呑む言いかけてたその言葉は今日も逃げた。聞いたけシンプルでいいのに憎しないんだ。勇気のテスト乗り越えなきゃ逃げるなって。おはようのオーディションして、弱虫な自分に立って、金曜日は頑張らなくちゃ、だって二日会えないから。眠そうな君を見てる、それだけで満足しちゃってダメだって。頑張らなくちゃ、そっと声に出してみた。恥ずかしさをに下へ向いた。ありがとう震えていた。練習してない言葉言えたから、頑張らなくちゃ、だって二日会えないから。大好きな君を見てる、それだけじゃ満足しなくて。月曜日頑張らなくちゃ、そっと声に出してみた。ありがとうございます。みんな月曜日頑張ってね。夢では自然に話せるのに、勇気のテスト乗り越えるから、少し待ってて。おはようのオーディションして、髪型もバッチリ OK。ありがとうございます。パチ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 。私は初めて聞きました。そうだよね、知らないよね。いいんだよいいんだよ、知らなくても。あ、じゃあさ、これあるんじゃない。はあ、ありますね。これ歌ってみようかな。久々だな、これ中学以来だな。48グループ以外の曲めっちゃ新鮮。そうだよね、そうだよね。よ、じゃあ2曲目。これ私の好きな曲なんだよね世界欺く揺るぎない正義、ほどいて真実この手の中。愛のシナリオっていう楽曲です。チコミズハニーバーズ。この MV めっちゃいいから見てください。大胆不敵な影が華麗に踊る、君が
隠してる秘密いつか聞かせてよ。伸ばした手で触れることは誰もできない。君が隠してる世界僕に見させてよ。揺れる何回な心解き明かして奪うその瞳。不安だって泣いてたって見つけらんないよ。狙う真実はどこへ消えた。たとえ世界欺く答えだとしても信じて差し出す。手のひら決して逃げない。怖くはないから目を開け。弱さを焼き消すんだ。めっちゃ懐かしい。これね、中学の時やってたんですよ、軽音部で。繰り返される運命に君は気づいてる。僕が隠してる秘密いつか聞かせるよ。歩み寄る偽りの影君は知らない。芽生えた記憶は絡む必然の棘で。守りたい思い出たら立ち向かってほどくその絆。何度だって助けるって揺るぎはしないよ。隠す真実はどこへ消えた。たとえ世界を敵に回したとしても信じて僕だけ。未来も決して逃げない。迷いはないからシナリオを壊して抗うんだ。そう、ベースで弾いてたんですよ。ベースボールで。これは斉藤キッドのアニメの主題歌です。めっちゃかっこいい。斉藤キッドのアニメで言うとこういう曲だと思います。世界を敵に回したとしても信じて差し出す。手のひら消して離さない。答えは届いた。盗んだ運命この手の繰り返された答えだとしても。そう、マジックカイト。決して逃げない。怖くはないから。イヤホンで聞いてるんですか？パチパチパチ、ありがとうございます、ね、たくさんありがとうございます。ハートがありがとうございます。マイクさん、ハートありがとうございます。あ、イヤホンで聞いてるんだね。あら、ありがとう。いやでもこれさ、うまく歌えるかわかんないけど歌っていい？うまく歌える。ちょっとうまく歌えないかもしれない。私の好きな曲だよっていうシリーズね。うまく歌えないわ多分。よいしょ。あ、もう37分だ。歌えるかな。君が綺麗ちょっと泣いた。縮まることない距離が眩しかった。絶対ね、うまく歌えないのよ。ウェミーさんというからです。
さんマジ歌うますぎて私の能力が追いついてない。僕は君がいいな、今日は会っていたよ、だって会いたかったね。ざわざわしてこれでさ、君を思った。ただ黒いこの空間で星に混じって、ああ君はどんな気持ちで空になるのか教えてよ。スパークルだから僕を苦しめる、それとかこういうことなんだとか、そういうんじゃないんだ。君がスパークルだから僕は生きていける。ああ何かもう誰のことだよ。私がいつも聞いてるところに入ったり、私が分からないんだから孤独でいてほしい。空がこのまま飛び込んでくれたら、そんなチャンスくれみんないいよ。どうしてくれと、きっとこんな人だとか作り上げられてる。私確かサマーチョコレートだった気がする、私のプレイリスト。あ、ほらサマーチョコレートです。あ、やばい、びっくりした、びっくりした。サマーチョコレートそう、もう一個挑戦してみる曲を歌いましょう。ミミ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 ルテンガル。サマーチョコレート可愛いよね。わかる。めっちゃ可愛いよね。いや。今日のお味だ。僕は駆け足、君が振り向いた雪で光る宝物。振り間違えました。失礼しました。
りはどこ？洋室シャンプーの甘さちょっと慣れなくて、変なリアクションでごまかす。短い髪の知らない君は変わらない笑顔で横にいる、全ての瞬間逃さないようにデートホルダーは君以外いらない。君ははみかみショートで雪をまとい光さえも操った、何にも言わずにキスをしたなら、ハンドが色づき街の景色変えられるところのキャンパス、君だけを描く溶けないでこの恋。わかる、なんかちゃん可愛いよね。君がきっと何もなくていつも通り直感で、僕は手のひらで転がるだけ。出会ったこの街を踊るようにすり抜けて、二人手をつないで走ろう。初めて行った映画の帰り、初めてキスをしたあの道の全部全部を忘れていないんだ、そのまんまで。息が続かない。夜はキラキラ頑張る、クリスマス今日星空がいつもよりも眩しくて、寒いねと笑う横顔がいる。どうしようもなく君が好きと感じてる。大きなダイヤは疑えないけど、君だけだと違う。本当に評価を大きな声で自慢したいよ。僕の恋人が可愛すぎる、他の誰かに見つからないでね。君のために君のために生きる。ショートで冬のプリズム、この雪をまとい光さえも操った、何も言わずに隣にいてよ、何も言わずに君のことを守るから、誰かに染まった僕の人生を。そうだよね、そんな感じだよね。やばい、もうみんながついてこれてるのか心配です。パチパチありがとうございます。よかったよ、だってありがとう。こんばんは。初耳なんでじっくり聴いてた。いいよ、いい曲ですよ。
いい曲なんですから。なんかもう一曲歌う？待って、これないのかな。あー、やっぱそうなんだ。歌おう。このね、これ好きなんよ、めっちゃ私の青春、本当に青春。楽しんでますけど曲は知らないです。多分ね、次もね、皆さん知らない曲です。次は私の中学の青春時代の楽曲です。どういうことってならない。中学の時にめっちゃ好きだった曲です。Thank you.
チパチパチパチ、みんなが知らないような曲ばっか歌ってるね。いいね、ありがとうございます。アニワはね、いっぱいあると思うんだよね。これさ、多分初音ミクだったと思うんだけど。あ、なるほどね。え、じゃあさ、僕じゃダメですかとかってないのかな。なさそうだ。僕じゃダメですかがめっちゃいい曲なのに。ラーマニンね、これ点入れるのかな、でハテナかな、出てこないか。やっぱないんだ。悲しい。めっちゃいい曲なんですよ、ハニワ。声も乗ってる？ほんと？いや、でもね、難しいよ。難しいよね。君はスパーカラーだから、僕を苦しめる。じゃあさ、ライバルないんだ。これで出てこないってことはないんだ。うわ、ないんだ。宣言、あ、ないんだ。あ、小雪子の曲がない、悲しい。でも悲しい。これからもちかなちゃんが好きな曲どんどん歌ってほしい。だってありがとう。すごい自己満なカラオケになっちゃってるけどね。ということで、気まぐれカラオケでした。2日連続で気まぐれカラオケです。自己満カラオケ大歓迎だって。そう、突然始まって突然終わるから。ありがとうございました。いやー、あと何聞いてたんだろう私。でもさ、ロメオとかはあるんじゃない。ちょっと待って、ロメオ探してみていい。え、ロメオあるんじゃない。曲数少ないですね。いや、ロメオ最高なんだけど。はじめまして、お嬢さん、西の国から、愛のためにあなたに会いに来ましたってやつなんで、うわー、めっちゃ好き。好き。あー、ゆうじろう、ゆうじろうしか勝たん。マジロメオあるのめっちゃ嬉しいんだけど、めっちゃ嬉しい。はじめまして、お嬢さん、西の国から、愛のためにあなたに会いに来ました。急な話です、どうか驚かないで、僕のお姫様にね、なってください。苦情来るんじゃね。でもね、これね、高いっていうか、男性だから歌ってるのが低いよ。で、高くすると高いよ。さあ、朝ドレスに着替えて、世界一のお姫様、踊りましょうか。誰もがあなたを欲しがって、
僕らを夢中にさせちゃって、奪うよ愛のキス。いや、ゆうじろうしか勝たんのよ。ゆうじろうかっこよすぎない？いや、ゆうじろうにそんな、あの、急な話ですが驚かないで、僕のお姫様みたいになってくださいって言われたら、もう私はもう死んでもいい。あ、小役くんも好きです。小役くんも好きだけど、小役くんだって思っちゃったからな。ね、なんかね、いいと思いません？いやー、ゆうじろういいなー。ゆうじろういいよ、マジで。みんなゆうじろうの良さ分かってない、ほんとに。とにかく怖いんだから頭が変えちゃう。はい、あ、やばいやばい、59分だった。さあさあ、皆さん終わりにしますよ。すいません。13位かわちゃん、33位かわちゃん、32位パンダのテオ、32位パンダのテオ、31位ラーマ、31位ラーマさん、10位タチン、30位タチンさん、9位カブさん、9位カブさん、8位グッピーさん、8位グッピーさん、7位ユウさん、7位ユウさん、6位ミキさん、6位ミキさん、5位トムネコさん、5位トムネコさん、4位キャッスルさん、4位キャッスルさん、3位マイクさん、3位マイクさん、2位ヨシさん、2位ヨシさん、1位ハマジさん、1位ハマジさん、ありがとうございます。久々にロミオのやつ見ちゃおうかな、この後。いやめっちゃもう最高です。ということで皆さん、おやすみなさいませ。お昼配信しようか迷ってます。ちょっとできるかわからないです。はい、ということでありがとうございました。そう、明日からイベントだけどね、明日ね多分ね、夜遅いと思う、配信できるの。ということでバイバーイ、また会いましょう。ルーム、ありがとうございました。